メーション、生き生き障害学習カレッジ情報局。この時間は障害学習カレッジの活動紹介や生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けする番組です。今日は大学院専門コースで郷土史専攻の1年生の星進さん、そして山田豊さん、それからもう一方文化スポーツ課から田中さんお越しくださってます。大学院生が語る三田の歴史を学ぶ理由についてお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて田中さん、この夏から秋にかけての天候不順、はい、この間も台風そして、ね、大雨がありました。自然災害とっても心配なんですが、三田では例年にない厳しい暑さ、そして先ほどもご紹介したその台風によります被害も印象に残っています。改めて自然の力を思い知らされる夏だったんですが、秋に入ってカレッジの皆さんのご様子はいかがでしょうか。はい、三田障害学習カレッジでも台風の影響で中止となった講座もありましたが、やっぱりそうだったんですね、はい、学生の多くが意欲的に皆さん出席してくださいました、はい、汗を拭きながら会場にお越しになる皆さんの姿がとっても印象的でした、学びたい勉強したいっていう強い気持ちが伝わってきました、そうなんですね。学生の皆さんが意欲を持って講座に参加されるっていうのは本当に素晴らしいことですね。はい、一人一人の自己研鑽の姿が同じ講座のメンバーにも伝わっていく様子は見ていてとっても眩しいです、はいはい、学習意欲の連鎖が広がってクラスの活力になっています。そうですね、私も昨年三田が障害学習カレッジで講義をさせていただいたんですが、本当に皆さん熱心で集まってこられた時の和気あいあいとした雰囲気が、やっぱり教室っていうそんな雰囲気で羨ましいなと思っております。さて本日は三田障害学習カレッジ大学院専門コースで郷土史を受講されていらっしゃる1年生の星さんと山田さんにお越しいただきました。ではまず田中さんからご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、星さん山田さんは三田障害学習カレッジで3年間の教養講座を修了された後、ご自身の興味ある分野に分かれてさらに3年間の専門課程を学ぶ大学院の郷土史コース1年生に在籍されています。はい、ありがとうございます。星さん山田さんは今年度から郷土史三田の歴史について毎月受講されていらっしゃるということなんですね。お二方とも郷土史歴史についての興味おありだったんでしょうか。星さん、大学院でなぜ郷土史のコースをお選びになったんですか。はい、私はもともと歴史に興味がありまして、各地の史跡を訪ねるのが趣味なんです。あ、そうだったんですね。三田の群来のルーツは、熊野にありまして、熊野本宮大社の神官職を務めて、その後熊野を追われて、現在の三重県尾鷲市の群来浦に移って、ここで群来と名乗って勢力を拡大して、伊勢志摩の群来氏の祖先になったと考えられています。そうなんですね。私は数年前にこの熊野本宮大社と群来の港を訪ねました。はい、群来浦は懐の深い湾でして、開かれているのは前の海だけ、背後の陸地はぐるっと山に覆われていまして、まるで陸の孤島のようでした。いかにも海賊が隠れ住む湾にふさわしいところだなという印象でした。そうですか。まあ、こんなことがきっかけで群来のことをもっとよく知りたいなと考えまして、郷土史コースを選ばさせてもらいました。そうなんですね。もともと星さんお好きだということで、実際にご自身の目で群来家ゆかりの熊野や尾鷲を訪ねていらっしゃったということなんですが、山田さんも歴史分野に興味おありだったんでしょうか。はい、私はですね、生まれも育ちも三田でして、生っ粋の三田っ子なんですね。現在屋敷町にある旧群来家の住宅資料館、明治初期に建てられて、ハイカラな様式に似せて作られた義養館とまで言われております。で、連日今では市内外から、見学者が、たくさん訪れてるっていうところに、私が幼かった頃、小学校 でしたので今からまあ50年ぐらい前になりますかね。その頃には群来家の末裔の方がお住まいで、群来のおばちゃんっていう方が学校の勉強を教えてる、学習塾というよりも寺子屋といった雰囲気で懐かしく思い出されます。でそういった温かな思い出がいっぱいある、大人になって改めて
自分の生まれ育った三田の歴史を学びたいなと思って、まあ、次世代の人たちに三田ってこんないいところがあるよっていうことをお伝えしたいっていう気持ちになって、郷土史を受講することになりました。あ、そうなんですね。旧区企計住宅資料館、この時間でもね、割とハニー FM でもいろいろあの催しなどをね含めてご紹介いただいてるんですが、平成10年の4月に兵庫県重要有形文化財に指定されたということなんですね。それまでは三田藩の家老職を代々務めた区企計の方がお住まいだったということ で、今お話しあったように山田さんが小さかったとこ時と言いますと、まあ、昭和の中頃になりますかしら ね、はい、その頃にはまだ三田の古き良き城下町の風情が残ってたんでしょうかね。いかがでしょう、山田さん、茎のおばちゃんとのエピソード何か覚えてらっしゃいますか。そうですね、今でも鮮明に覚えてるのが、小学校の、ね、4年から6年生ぐらいまでだったと記憶してるんですけどね、お世話になっております。まあ、学校の帰りに勉強というよりもそのおばちゃんに会うのが目的で、うん、はい、楽しみで行ってましたね。でおばちゃんの家の庭がごっつい広くって、そこにね大きなグミが木があるんですね、でその木の実を一緒にこう取って食べたっていうのが記憶が鮮明に残っております。で今ではねもうその、だいぶ道ができたりとかって言ってそのお庭は今はなくなってるんですけどもね。残念ながら、はい、あ、そうですか、はい、同級生がいらっしゃったわけではないんですね。そうですね、はい、でもこう親しくその茎のおばちゃんとおっしゃる方が心よく入れていただいて、はい、どこで何があってそこに行ったかっていうのは母親にちょっと聞きはしたんですけどね、なぜなんだろうなっていうのが現状でね。きっかけは特にないけれど、特にですよ、ね、まあ、近くに三田小学校があるということで、はい、皆さんを遠慮なく入れてくださった、はい、あ、そうですか。三田のちょっと昔のこういう姿をお話ししていただくと、やっぱり連綿と続く三田の歴史、郷土史、とても大切な資料となってきますよね。それでは星さん、大学院郷土史コースの最近の授業の様子、ちょっとお聞かせいただけますか。はい、わかりました、はい、今月5日に行われたのは、初期国家形成期頃の三田、三田の古墳を中心としてという講座で、三田市役所文化スポーツ課の中井秀樹さんにお話をいただきました。あ、そうなんですね。午後からの授業だったのですが、中井先生は講座直前まで JR 愛の駅の近くを発掘されていまして、発掘現場から直接私たちのカレッジに来られ、作業服のままという、まあ、迫力のある講義になりました。本当そうですね。その冒頭で今の発掘現場の状況や市内の遺跡の分布について熱く説明をしてくださいました。三田市内で発見された古墳の数はなんと600基及ぶという解説にびっくりしました。三田市の古墳について特徴的なことは、古墳時代後期と考えられている6世紀後半に市内では最も多く古墳が築造築かれているということでした。また巣駅と呼ばれる焼き物が古墳の中や石室内部から多く出土することも特徴的だということでした。これらは副葬品として埋葬されたそうです、はい、今日ちょっと資料もお持ちいただいてますけど、はい、これは授業で配られた資料ということですか。いや、私がインターネットで取ってきたようなんです。ものすごく興味おありなんですね。はい、そうです。あの授業やっぱり聞いてらっしゃったらどんどんとこう吸い込まれる感じですか。そうですね、もう夢中になって聞いてますね。はい、あのその石室の様子などもじゃあお話とそれから何かこう図面みたいなのも見せていただけますか。ああ、そうですね。何人ぐらいで受けてらっしゃるんですか。何人ですか。77名の方。大勢ですね、はい、1年生2年生3年生、あ、そうなんですね、はい、皆さんお好きな方々がいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、じゃあのその後もどうぞお続けください、はいはい、でこの焼き、またその巣液と呼ばれるですね、焼き物をが古墳の中や石室内部から多く出土することも、はい、まあ、特徴的だということです、これらは、まあ、副葬品として埋葬されたそうです。うん、で焼き物を作るには高い技術を持った工人、つまり専門の職人のことですよね、はい、大阪府堺市の末村から来た人たちだそうですが、彼らの存在とそれを焼くための釜、のぼり釜が必要です、はい、で三田にはあのダムの近くに末という地名があるように、ありますね、優れた土地や地形があって、はい、それを製作するための技術を持った工人に
都から来てもらって、まあ、技術を伝えていく土地の人々やまたその流通路があったようです。そうなんですね。6世紀後半といいますと歴史の教科書というと飛鳥時代になるんでしょうかね。あ、そうですね。中央ではその大阪府にある門司古市古墳群のような大規模な古墳が作られた、まあ、その後の時代なんです。三田では向こう側の流域に豪族が地域の有力者がいくつかいて、まあ、それぞれに、まあ、集落を束ねていたそうです。そうですか。で向こう側を挟んで岸や川除けですね、豪族の古墳が作られているそうです。向こう側は今も昔も豊かな恵みを人々にもたらすとともに、ひとたび災害の時には恐怖をもたらすものもあったのでしょう。そうでしょうね。騎士ではまじないに関連する遺物も出ているそうです。おまじない、はい、確たる証拠はないということでしたけども、河川に対する祭りごとに用いられたのではないかということでした。そうですね。で私ずいぶんと昔、ま、前のことなんですけども、青野ダムの近くにある東中古墳の内部を垣間見たことがありました。はい、東中古墳、はい、の石室の内部に石の棚のようなものがドーンと突き出しておりまして、一体これは何だろうと疑問を何年もずっと持っていました。で今回思いがけなく講師の中井先生に、ま、質問する機会を得たのですが、ま、これもカレッジで学んでいる、まあ、おかげですよね。そうですね。文字となってこう記録が残っていないということで、まあ、何のために作られた張り出しなんでしょうか。本当のところは、ね、よくわからないかもしれませんが、いかがですか。このあたり想像するととってもこうね、あの醍醐味もあります。想像力くすぐられますが、中井先生の答えはどうでした。はい、そうですね、あの考古学の、まあ、それ最も楽しいところですよ ね、 ね、想像するのはね、はい。中井先生は、まあ、石室内は通常真っ暗で、神話に描ける黄泉の国のような暗闇で、そのために埋葬の際に石室の内部を照らす明かりを置くための棚だったんではないか、またはたまた副葬品として発揮する重要なものを包んでいた布をその突起にかけたのではないかというお答えでした。あ、そうなんですね。まあ、歴史ロマンと一言で片付けることはできないぐらいにいろいろと奥深く実感することができますね。私たちが暮らすこの土地には本当に大昔からの方々暮らしがずっと続いていて、その延長線上に今私たちがいるというこの線のつながりを実感できるんじゃないでしょうかね。さて、じゃあ山田さん、最近新たなお気づきがあったということでお聞かせください。はいはい、昨年の6月ですね、はい、まあ、大学の教養講座で音楽さんに人前で話すコツを教えますという講義をしていただきまして、はい、私はそれは、はい、その授業を とても興味よく伺いました。あ、そうなんですか。で講座を受けてからは音楽さんに背中を押してもらったような形で、積極的に話しするように、また話することを慣れようと前向きに考えております。そうなんですね。はい、で現在では、あの私障害学習カレッジの民謡クラブに所属しておりまして、昨年の9月から、まあ、チャリティーコンサートのナレーションを合間に入れたりとか、まあ、発表会では少しではありますがソロパーツも務めたりするようになりました。で今では部長も、務めていまして、まあ、先月、9月の2日、そこのフラワータウンの市民センターでチャリティーコンサートがありまして、まあ、そちらの運営副代表を任命されまして、まあ、閉会の挨拶を述べるまでに成長しました。まあ、今日ですね、門垣さんに報告できることをすごく楽しみに、今ではもう話することがたくさん好きになってね。そうなんですね。はい、嬉しいですね。頑張っております。実行されたことがきっかけでね、そのように、はい、あの前に前にこう出て元気が出てこられた、とっても嬉しいニュース、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そこでもさらなる学習意欲も深めていかれたということなんですね。はい、田中さん、あの大学院では専門的な学習が行われているということから、その内容もより高度になってるんじゃないですか。はい、大学院では3年かけて専攻したテーマについて受講をします。3年間ですね。3年間です、はいはい、で内容はですね、教養課程からもちろんステップアップしていきますが、皆さんの持っているその関心に従って、もう思考や目的、その内容から1年ごとに自ら選んで勉強していきます。
で一歩ずつ歩みを進めていったら気がつかないうちに自分でもあれって思わぬほど高いところにいたっていう経験はどなたにもあるかと思います。この大学院ではこういった過程を学習を通して体験していただきます。新たな学習も目標というものをまたご自身が設定していけるように事務局も精一杯支援していきたいと思います。はい、ありがとうございます。大学院でお二方が興味を持たれる郷土史の講座毎月こう伺っていかれるというのはとっても羨ましい立場にいらっしゃるなと思っております。三田の歴史を学ぶことは三田への郷土愛を育むことにやっぱりつながっていきますからね、はい、ぜひ次の世代にも引き継いでいただきたいなと思います。星さん山田さんのますますのご活躍期待しております。また近況などお聞かせください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大学院専門コースで郷土史専攻の1年生の星進さん、そして山田豊さん、文化スポーツ課から田中さんをお迎えして大学院生が語る三田の歴史を学ぶ理由についてお話を伺ってまいりました。この時間は生き生き障害学習カレッジ情報局お送りしました。障害学習カレッジの活動紹介、生き生きと活動されている学生の皆さんの様子お届けしてまいりましたが、次は10月18日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。